皆様こんにちは。ブランド買取ロリンザの代表の寺部です。今日もですね、偽物の見分け方をお話しさせていただきたいと思います。はい、もうこの動画にですね映ってるということは、もうこの時点で、このトリバーチのお財布は、偽物なんですが、早速見ていきたいと思います。はい、このお財布はですね、うちのスタッフさんからちょっと店長見てほしいということで、持ってきてくれたんですけれども、まずはですね、このような、カラーリングのお財布はございません。偽物業者はですね、もう可愛ければ何でもいいのかと言ったようにですね、ゴールド、ベージュをこう組み合わせてですね、好きな、カラーリングを作って、リリースしてきます。はい、ものはですね、もちろん本革を使っておりまして、しっかりはしているんですけども、縫製が若干弱いところがあります。はい、こちらをよいしょご覧ください。このですね、ドットを見ていただきたいんですが、このジップに一番近いところ、こちらはですね、このドットを見ていただきたいんですけれども、こちらはここの革から少し隙間があるの、1、2ミリほど隙間があるのに対しまして、ずっとこっちに行きますと、同じ列のドットは、このジップの革のパーツに隠れてしまっています。上が隠れてますね。こちらはもっと隠れております。もう半分ぐらい隠れてますね。はい。このようにですね、よいしょ。物はしっかりしていますが、縫製は甘いといったところがですね、はい、見受けられます。はい、ジップもですね、若干本物と比べたら滑らかさに欠けるような感じがいたします。はい、今日はトリバーチラウンドファスナー長財布の、偽物の見分け方でした。また撮りますので ご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。